はい、レンタルおっさんです。はい、橋本店。はい。何ですか？チンパンジー？チンパンジーはうち動物園じゃないんですけど、チンパンジーって動物を何引っ張り出したいんですか？いや、そういったコネクションないですね。チンパンジーみたいな能力の人間だったら、八王子店にいるんですけどね。ええ。まあ、ゴリラみたいなやつなんですけど。ええ。チンパンジーの格好させればいいんじゃないですか。チンパンジーの着ぐるみ着させて、チンパンジーの格好すればいいんじゃないですか。でどうしたらいいんですか。俺一般人、お前チンパンジーっていうコントやりたいって。あ、それ面白そうですよね、これ。あ、なんかロゴ的な感じ？一般人、俺一般人、お前チンパンジー、イエーっていうような感じですか？俺やりましょうか？俺でもいいですよ。あ、チンパンジーみたいな能力のやつがいいっていうことですね。いや、動物にそんなの仕込ませるのは難しいと思いますから。着ぐるみ着させて、今、八王子店の方に、いますんで、八王子店のホームページ見てもらってですね。ええ。大橋正信っていうのがいますんで。はい。あ、八王子店の方には連絡しときますよ。失礼ですか、お名前は。ホリエモンさん。はい。聞いたことあります。ホリエモンさん。ホリエモンっていう名前なんですか？珍しいですね。ホリエモンさんって言うんですか？ホリエモン。ホリーに、あ、江頭にに。モン。角。珍しいですね。ホリエモンさん。はい。わかりました。一応八王子の方に連絡しておきますんで。はい。1時間1000円で。はい。レンタルしておりますんで。はい。よろしくお願いします。はい。でも、なんか面白そうですね。なんか、そういうなんかユニット組むみたいなね。一般人、俺チンパンジーやつね。あ、すげえなんか、俺歌いたい。あ、すいません。ごめんなさい。はい。失礼しました。レンタルおっさん。大橋正信。現在、八王子店に勤務中です。